それでは改めまして、本日はハイパーレッチャー東京ミートアップにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。すごいね、ちょっと遅い時間のイベントなので、皆さん都合をつけたりするのも非常に大変なのかなと思いますけれども、毎回せっせとご参加いただいていることに本当に心から感謝いたします。で、本日はですね、ハイパーレッチャー東京ミートアップもこれまで、大体隔月ぐらいで開催してきているわけなんですけども、で、今回に関しては、ハイパーレッジは東京ミートアップ、前回、ご参加された方は覚えてるかもしれませんけども、前回はハイパーレッジャーの、いわゆるユースケースだとか、こうビジネスケース、ビジネスの実際の使用例みたいなものにフォーカスして、イベントを開催させていただきました。で、今回はちょっと趣向を変えて、より技術的なセッションですね。前回はややビジネス向け、もしくはイントロ、初歩的なハイパーレッジャーのお話を取り上げたんですけども、今回は、ビジネスよりも技術に特化した、そんなミートアップにさせていただいております。で、特に、ハイパーレッジャーのフレームワークの中でも、もう最も人気があると言われているハイパーレッジャーファブリックの、技術に関して、取り上げた、そういった、イベントに今日はしていきたいなと思っております。で、これが本日の、予定です。まず最初にですね、この後、6時10分からハイパーレッジャーファブリック簡単構築ツールミニファブリックのご紹介ということで、富士通の中川至さんより、お話をいただきます。で、このミニファブリックなんですけども、おそらくね、ハイパーレッジャーファブリック、非常に難しいというふうに、巷では言われてるんじゃないかなというふうに、思うんですけども、その構築を、劇的に、簡単にする、非常に便利なツールですので、ぜひ皆さん、ご期待いただければなというふうに思います。で、これから、ハイパーレッジャーファブリックを試してみよう、導入してみようっていう方にとっては、多分、本当にね、福音となるような、そんなツールなんじゃないかなというふうに思います。で、それから、本日2つ目のセッションとして、ハイパーレッジャーファブリックプライベートチェーンコードということで、皆さんね、当然、ハイパーレッジャーファブリックを使って、ブロックチェーンを組んでいくという中において、やっぱりチェーンコードっていうのは当然必要なわけなんですけども、その今、チェーンコードも、ファブリックのチェーンコードもあれば、プライベートなチェーンコードもあって、で、プライベートなチェーンコードって、皆さんよくご存知かもしれませんけども、結構実行環境からして随分違うと。ということで、迷われる方も、いるんじゃないかなというふうに思います。そこで、本日、日立の池川さんが、プライベートチェーンコードを、開発するための、ノウハウを、本日ご紹介いただきます。ので、こちらもぜひ、ご期待いただければなというふうに思います。で、実際に今からセッションを始めていくにあたって、いくつか皆さんに、共有していきたいものがあるんですけども、まずですね、毎回申し上げていることなんですけども、ミートアップの開催中、皆さんからのご質問は随時受付しております。で、質問なんですけれども、皆さんの画面におそらく出てるかと思うんですけども、Q&A ボタンがありますんで、そこの Q&A ボタンを押して、でも Q&A ボタンから、質問いただければなと思います。で、質問が重複しないように、すでに出ている質問に対して、自分もこれを聞きたかったというふうに思われた場合は、いいねボタンを押してください。で、質問が多数ある場合で、結構ね、毎回多数質問が来ることがよくあるんですけども、多数ある場合は賛同者の多い質問から答えていくということにしますので、ぜひこちらもよろ、あの、えー、覚えておいてください。で、もし、質問、今日、時間内にさばききれなかった質問なんかあれば、後日、ハイパーレッジャーミートアップの、ミートアップのページの中にディスカッションっていうのがあるんで、そこで、回答するように、いたしますので、もしね、今日、質問したんだけども、答えが聞けなかったという方は、ぜひ、ご安心いただければな、というふうに思います。で、この後ですね、アンケートを取らせていただきますので、ぜひご協力いただきたいなと思います。で、ハイパーレッジャーミートアップ、今、東京か、ハイパーレッジャーミートアップ東京として開催させていただいているんですけども、東京以外にもいろんなところで、ハイパーレッジャーミートアップ開催されています。で、直近ではこちらですね、ハイパーレッジャー
カンザスシティ、アメリカですね。カンザス、アメリカ中部時間なので、結構出づらい時間ですけども、ハイパーレッチャーカンザスシティがあったりだとか、ハイパーレッチャーブダペスト、ハンガリーですね。あと、ハイパーレッチャーニューヨークシティ、それからハイパーレッチャーアトランタと。結構、ハイパーレッチャーのミートアップ参加、する機会があります。で、こういった、海外のハイパーレッチャーミートアップのいいところって、海外だと、そのハイパーレッチャーの事例って結構あるんですよね。日本ではなかなか聞けないハイパーレッチャーの事例が、海外だと、聞ける可能性がありますので、もし海外での事例ちょっと聞いてみたい、ちょっと関心があるっていう場合は、ぜひこういったその海外のミートアップに顔を出してみるというのもいいのかなというふうに思います。で、もう一つ皆さんに、アナウンスがあります。で、ハイパーレッ、あのー、新しい Linux Foundation ではね、こういろんなこう、Linux だとか、Kubernetes だとか、私たちが主催する、プロジェクトに関わる、トレーニングコースをいろいろ提供しているんですけども、この度、開発者が学ぶハイパーレッジャーファブリックという、ファブリックのトレーニングコースを開設いたしました。で、まるで今日のね、池川さんのハイパーレッジャーファブリックプライベートチェーンコードの、ね、セッションにこう合わせたような内容の トレーニングコースなんですけども、この開発者が学ぶハイパーレッジャーファブリックっていうトレーニングコースは、基本的にこうチェーンコードですね、いわゆるスマートコントラクトを書いたりだとか、いわゆるブロックチェーンベースのアプリケーションを開発するための知識やスキルを身につけるためのオンラインコースですので、ご関心ある方はぜひ受講していただけると嬉しいなと思います。で、これを受講することによって、いわゆる認定試験があるんですけども、ハイパーレッジャーファブリックの、開発者向けの認定試験ですね。ハイパーレッジャーファブリック、サーティファイドハイパーレッジャーファブリックデベロッパーという、認定試験があるんですが、これを受験するための準備コースとしても使えるっていう、トレーニングコースですので、ぜひご活用いただければなと思います。で、ブログが、これ URL リンクが、今、チャットにも貼られましたけども、ここに、もうちょっと詳しい説明がありますので、ぜひ、ご覧いただければなと思います。で、それでは、ミートアップ、早速開始していきたいんですけども、ちょっとその前に、いつも通り、投票を、アンケートを取らせていただきたいなと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ、まず、アンケート、その1。どこから皆さん参加されてますかというアンケートです。これ、毎回聞いてるんですけども、一応定点観測ということで、ぜひ皆さんにお答えいただければな、というふうに思います。はい。じゃあ、投票を締め切ります。よいしょと。はい。はい。結果、皆さん共有します。いつも通りですけども、大体関東ですよね。でも69%。いつもよりも、関東色が薄いですね。今回は、中部の方が多いのと、海外が1名いらっしゃるんですね。中部、沖縄からも、沖縄九州からも来られてて、本当にありがとうございます。はい。では、次の質問です。ハイパーレッジャー、ご覧になりますかね。ハイパーレッジャーファブリックを、ハイパーレッジャーをすでに製品サービスで使い始めていますかという質問なんですけど、です。はい。今ご覧になりますかね。ぜひ回答いただければなと思います。これも30秒ぐらい待ちますんで。あと3秒に。じゃあ、これにて投票を締め切ります。で、結果共有しますね。すでに製品サービスは使用しているが55%、それから使用に向けて準備中であるというのが21%ですね。だから合わせて76%の、方々が何らかの形でハイパーレッチャー、仕事でハイパーレッチャーに関わっているということのようだということです。はい。今回も、アンケートに協力いただきましてありがとうございます。それではですね、早速ですけれども、セッションに入っていきたいと思います。それでは、最初のセッションは、富士通の中川至さんより、ハイパーレッジャーファブリック、ミニファブリックに関して、お話しいただきます。それでは、中川さん、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。富士通の中川です。本日はハイパーレッジャーファブリック、簡単構築ツール、ミニファブリックについてご紹介いたします。
まず自己紹介についてですが、私は富士通研究所に入社後、しばらくネットワーキングや IoT 関連の研究開発を担当していました。2019年にファブリックとの関わりを持ち始めたんですけども、この時はこのような形で、かなり上位の方からファブリックを使うという形になりました。その後、ミニファブリックと出会い、使い始め、利用者の立場から改善していくようになり、今年8月に、ミニファブリックコミッターになりました。でこちら、ハイパーレンジャーファブリックの概要について、ですが、エンタープライズ向けのブロックチェーンのプラットフォームで、複数いろんな種類のプラットフォームがある中で、48%、約半数ぐらいのシェアを占める、非常にメジャーな、ブロックチェーンプラットフォームになっています。でユースケースは金融系から、サプライチェーンまで様々あり、クラウド各社がマネジドサービスとして提供しています。こちら、パブリックネットワークの概要になりますが、コンポーネントが3種類、ありまして、ピア、オーダラー、CA ですね。それぞれ、ピアは、台帳やブロックを保持し、オーダラーが、トランザクションの管理やブロック生成を担当し、CA は認証や、証明書管理を担当します。でこの台帳に対してアプリケーションが読み書きするときは、この、チェーンコード、スマートコントラクトを用います。でパブリックには、抽象概念が2つありまして、1つ目のこのチャンネルは、台帳の共有範囲制御に使われます。で同一のチャンネルに、属するピアが持つ、台帳が相互に、同期されます。また、2つ目のオーガニゼーションについてですが、これは企業や組織に対応し、全コンポーネントは何らかのオーガニゼーションに、所属します。こちらは従来のパブリック構築がいかに大変な作業であるかということを簡単に示したものです。こちらの図のようなネットワークを組む上で、設定は1箇所を変更するのに、1つの項目を変更するのに、複数箇所を編集する必要がある。あと、オペレーションは、1つが数行からなるようなものを100件以上ミスなく実行し続ける必要があります。で、オペレーションは、ここで示したように、複数種類のフェーズに分かれていまして、最初の通信開始する、このチャンネル作成というのが、最初の難関になります。で、ここでパスしたとしても、このチェーンコードのコミットが、ラスボス的な存在で、ここで失敗すると、また振り出しに戻って最初からやるっていったことが、必要になったりします。で、私は最初、成功には、1週間ぐらいかかりました。で、こちらは、この設定の親玉である、この ConfigTX の具体例の一部を示したものになります。でこのように、アクセスポイントをアクセス先のエンドポイントを、指定する必要があるんですけども、よくある例サンプルとしてこういった example.com みたいな名前を使うと、自分のマシンからは、使えても他のマシンから使おうとするとうまくいかないといったようなことになります。で、そういった問題して、うまくいかないときには他のところをいじってしまうと、ドツボにはまって全然動かなくなっていく。で、正しくは他のマシンから使うにはこの実際の IP アドレスとかポートを指定する必要があって、構築先ごとに合わせて、指定が必要になります。設計の時にこういったのを指定しても実際に構築する段階で、IP アドレスたまたまその、構築しようとしたマシンの IP アドレスが変わってしまっていったり、あるいは現場で他のマシンを使って、構築しようとしたりといったようなことをすると、これも失敗のもとになります。こちらはオペレーションの具体例として、この最初の難関であるチャンネル作成の例を示したものです。ここら辺数行ありますけれども、これ全部で1操作分になります。でこういうのは100件以上あって、途中でエラーになると、状態を保持しながら構築が進んでいくので、最初からやり直しということがたびたび発生します。これは環境構築あるあるのパブリック編なんですけれども、
トライアルでファブリックを使いたいというときには、そのトライアルが進むにつれて、いろんなリクエストが来ることが予想されます。一方、最初の準備としてのときは、1週間かかるといっても、心よく了承してもらえるんですけれども、こういうのが、続くと、相手方はだんだん機嫌が悪くなりますし、自分たちも疲労が溜まっていくというようなことになります。で、構築方法を分かりやすく教えてと言われる場合には、もうこれ実質的に無理があって、おとぎ状態となります。で、この時、私の場合ですと、割と初期の方から頃に、ツールが欲しいなと思い始めて、最後の方はもう本気モードでツールを探し続けました。はい。その時で見つけたのが、今回紹介するミニファブリックになります。設定はこれがすべてで、非常に簡単になっています。それぞれ、CA やピアオーダラーなどの名前を指定すればいい。でそれ以外のところに関しては、必要な時だけ、変更すると。でこれを件数を増やしていけば、割と大規模な環境が作れるという形になります。で構築オペレーションも非常に簡単で、構築の時はアップ、全削除の時はクリーンアップを指定すればよく、環境をカスタマイズするためのオプションも、豊富に取り揃えています。でまた、前提条件も非常に少なく、ミニファブリックを使う準備も、非常に簡単になっています。こちらはミニファブリックを使った場合と従来のやり方で構築した場合の差を簡単示したものなんですけども、従来の方は制限事項がない分、オペレーションや設定が非常に複雑で、時間も非常にかかる。一方、ミニファブリックの方は設定は簡単で、一部ハードコーディングがあるんですけれども、数分で、環境を作れるという利点があります。こちらがそのミニファブリックの設定ファイルを作るときの作り方を示したものになります。こちらが完成形なんですけれども、こういったリストを作る上では、まず表をイメージして、オーガニゼーションにあたるドメイン名を割り当てていきます。でその後、それをピア用であるならば、ピア用のホスト名と、あと CA ですね。で、オーダラー用の場合は、オーダラーのそのホスト名を、割り当てていくっていうような形になります。で、それを、FQDN で列挙してするために、ドメイン名とホスト名とドットで、つなげていくような形。で、その後に、グループ分けすると、こういった、リストができます。で、この時、オーダラーは、引数にするのがいいと思います。こちらがそのミニファブリックのアーキテクチャで、簡単フレキシブルな構築をどうやっているかっていうのを紹介したものになります。で、利用者がミニファブコマンドを実行すると内部的にミニコンテナが、起動します。この時の中身がこのようになっていまして、ファブリックの構築のを知識化したワークフローやテンプレートと、あとユーザーが指定した実行時の引数や設定ファイルをもとに、アンシブルが自動で設定ファイルやコマンドを生成し、これを実行することでファブリックの構築を行います。この時、ファブリックの知識はミニファブリックのプレズフォルダの配下に集約されていて、それぞれの実行段階で行われる設定やコマンドというのは、バーズフォルダのところに出力保存されていきます。で、先ほど紹介したこの config.tx とか crypto.config とかも、この中に保存されるような形になっています。こういった形で、これらすべてを、その知識とユーザー指定のものから自動で、コマンドを実行していくというような形で、これらすべてを満たしつつ、自動でやってくれるのがこのミニファブリックになります。こちらはそのミニファブリックの柔軟性を示したものになります。先ほど紹介した組織名やコンポーネントの名前の指定や数の他に、
パブリックのバージョンを指定したり、自分のチェーンコードを利用したり、あるいはそのアップルグレードや実行といったことも可能になっていて、普段使いのファブリック環境を作るという意味では、十分な機能を持っていると言えます。実際に、デモをご覧いただきたいと思います。今から、ご覧いただくデモは、ミニファブリックのファーストオーサーの方が1年ぐらい前に、作ったものになります。はい。で、どうも音声を Zoom の方にうまく転送できなかったので、口頭で説明しながら見ていきたいと思います。でこちらはどっかのバージョンをですが、最近の新しめのものでも動作します。こちらはミニファブリックのインストールになります。特定の URL から取ってくる形ですね。でこれを使いやすいところに置きます。でこれは、コマンドヘルプを表示します。で、まあ、いろんなそのオプションや、サブコマンドが定義されていることがわかると思います。次に、現在 Docker コンテナが動いてないということを確認するために、リストを表示してみます。全くないことがわかります。これが構築コマンドです。複数のフェーズを経て、構築が終わります。こちらの上部分が、チェーンコードを実行するためのコンテナで、下側が、各コンポーネントのノード、コンテナになります。このように、コンテナが実行されていることがわかります。次は、削除するため、全削除のクリーンアップコマンドです。こちらも、少し時間がかかりますが、コマンド一発で全削除ができます。はい。はい。こういった形で、できます。これで、ファブリック構築に必要な事項を、すべて、習得されているという形になります。はい、なので、ファブリックを好きなだけ、好きな時に、作って、使うということができるようになります。で、今後、明日以降なんですが、今まで数日かかった構築作業が、数分でできるようになる。ミニファブリックを使うと数分でできるようになる。で、選ぶのは、こう言ってみませんか。で、ミニファブリックの利点は、簡単すぐに作れるということで、使い捨てもできるファブリック環境を得たということになります。で、こういったように、新しいことを試したり、あるいは、バグの再現テストをしたりといった場合でも、専用環境を簡単に作れるので、気兼なく、試すことができるようになります。一方、プロダクション環境をに関しては、セキュリティとか公開性など、機能面が強く、求められているということから、ミニファブリックよりも他の手段を用いて構築するのが良いと思います。こちらは私の使い方を示したものになります。モニファブリックや、その他ツールを、VM イメージとして、共通に焼いておき、それを VM もコピーしてから、ミニファブアップで構築するという形の使い方をしています。
これによって、メインの環境は、まあ、いつでも作れ直せるという安心感を得るとともに、それ以外の新しいことや、バグ修正の再現といったものに関しては必要になったときにその場で作るというようなことができています。で、こちらが、ミニファブリックの最新情報として配れ対応を紹介したものになります。Kubernetes はどこかのシングルホスト動作が前提という、性能限界へのブレイクスルーを提供するもので、ミニファブリックを使う場合、手順3箇所を変えるだけで、Docker ベースから Kubernetes 上に、環境を構築することができます。この Kubernetes を持っている場合は、それの環境ファイルを所定のフォルダにコピーし、エンドポイントアドレスとして、この Kubernetes の IP アドレスですね、をに指定して、Kubernetes の、はい。で、構築時に、E オプションを追加すると。この3か3つだけで、Kubernetes 上に構築できます。一方、Kubernetes 側の方に関しては、必須プラグインが3種類ありまして、マネージドの Kubernetes を使う場合は、一つだけをインストールすればよい。それ以外のオンプレの Kubernetes を使う場合は、ご自身で、状況を確認しながらインストールしていく必要があるという形になります。なので、まあ、最初は、マネージドの Kubernetes を使うのがいいと思います。これは参考として Minifabric のコマンドレファレンスを示したもので、今回紹介したアップやクリーンナップ、あるいはヘルプオプションの他に、ファブリックの構築をステップバイステップで行っていくものや、外部ツールを起動するもの、その他のオペレーションをするものなどがあり、その以外に、環境構築する、構築する環境のカスタマイズ用のオプションも豊富に取り揃えています。これは、実際のハイパーレッジャーの、公式のサンプルのチェーンコードをミニファブリックで構築する、ファブリック上、環境上で動かすためのやり方になります。チェーンコードを、まあ、ダウンロードして所定のフォルダーにコピーした後、まあ、構築のオプション、まあ、いくつか指定する必要があるんですけど、こういうような形で指定することで、ファブリック 2.3 の環境に公式サンプルが動く環境を、まあ、数分で作れます。その上でさらに、チェーンコードを実行した場合には、アプリケーションが開発が通常必要なんですけれども、ミニパブリックのサブコマンドを使うことで、アプリ開発なしで、試すこともできます。でこちらは、内部についてもう少し、フォルダ構成を紹介したもので、ファブリックのアプリ開発に作るときに、いうようなこのコネクションプロファイルといったものも、各言語別に、自動生成されます。また先ほど紹介したコンフィグ TX やクリプトコンフィグや、実行した際のコマンドとかもこのあたりに、保存されます。こちらを最後に弊社のハイパーレンジャーに関するその他の取り組みについて紹介したものになります。大きく2つ取り組みを行ってまして、1つ目はブロックチェーンの統合サービス用のフレームワーク、コネクションチェーンです。こちらは各サービスが別々のブロックチェーンを使っているような場合、例えばファブリックとイーサリアムのような別々なブロックチェーンを使っている場合でも、これを相互に取引を仲介できるようにするためのもので、この技術の OS 化を狙って、ハイパーレッジャーカクタスに、コア開発者として参加しています。もう一つのこの分散データトレーシングは、パブリックをサプライチェーンに適用したもので、複数社でこういった加工や、加工処理をしたり、して、流通していくときに、各社の加工履歴は各社で管理しつつ、エンドエンドのトレーシングをできるようにしています。はい、以上で発表終わります。高橋さん、ありがとうございました。
このね、ファブリック、これまで非常にこう難しかった、ハイパーレッジャーファブリックの、構築を、まあ、圧倒的に簡単にするためのツールということで、まあ、ハイパーレッジャー、あ、ごめんなさい、ミニファブリックというものが、あって、で、本日今、その、ご説明をいただいたわけなんですけども、皆さんの中で、中川さんに対して何か質問とかもしあれば、この Q&A の方、Q&A の方から、いただければなと思うんですけど、早速、一つですね、質問が入ってまして、Linux or Windows、実行環境ですね、Linux、前提環境、Linux or Windows 10とありましたが、はい、Windows 11は非対応ですかという質問が来てるんですけども、こちらはいかがですか？11はまだ試したことがないです。はい。ただ、まあ、Docker が動けばいいので、Docker for Windows、デスクトップが、動くのであれば、十分可能性はあると思っています。なるほど。はい、で、ここら辺はその Docker はもう最近割と標準的なツールになっているので、まあ、問題ないかなと思います。なるほど。はい、同じ方から、まあ、質問があって、まあ、構築にはコンテナ環境、Docker があれば大丈夫ですかっていう話ですけど、まあ、要はそういうことだっていうことですね。あ、はい、そうですね。はい。ありがとうございます。それから次の質問なんですけども、オンプレ環境において複数 VM 環境をまたいだブロックチェーンネットワークは構築できないということでしょうかという質問なんですけども、いかがでしょうか。あ、それは、従来、やりようはあります。で、弊社でも非常に苦労してやりました。ただその時は例えば、SSH で、乗り込みながら SSH のコマンドだったり SCP だったりを駆使しながらオペレーションをしていく。でこっち のオペレーションが終わったらあっちのマシンに乗り込んでまた別のオペレーションをしてというような形になって、非常にその煩雑になります。なるほど。はい、こちら質問された中島さんですね、いかがでしょうか。大丈夫ですか今の回答で。大丈夫ですかと聞いても多分なんともしようがないのかな。はい、じゃあじゃあちょっと次の質問に移らさせていただきます。組織を複数の VM などに割り振ることはできますかという質問ですね。あ、一つの組織を複数の VM に割り当てる。そうですね。例えば例が書いてあるんですけど、例えば組織1を VM1、 組織2を VM2、はい、組織3を VM3 というふうにこう割り振ることはできますかっていう。あ、はい、あ、それは通常の Docker だと、それは、基本1台のホスト上でやるという形になるので、まあ、難しいんですけれども、こちらで Kubernetes 対応にしたときは、はい、そういったことをコントロールできるような、仕組みも入れています。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、次の質問いきますね。ファブリック 2. ペケや今後のバージョンアップにも、これから追従してこう対応していく予定なのでしょうかというものなんですけども。ここで私が、はいと言っていいのかどうかわからないんですけれども、はい、十分あると思います。今ですね、これミニファブリックの、実際のものなんですけれども、これの CI のワークフローの中で、広範囲に、まあ、対応するテストのやつを指定してまして、で、もうすでに 2.4 ベータをでのテストを押し始めて、あ、での動作、アップのコマンドが通るということを確認しているという状態です。なるほど。なので、はい、これからも追従していくんではないかなと思います。ちなみにこのミニファブリックに開発貢献してる主たる企業さんってどういう企業さんがいらっしゃいます？ファーストオーサーは IBM の方で、セカンドオーサーが、私、富士通になっています。ね、で、それ以外の後
験者は、そうですね、ちょっと、はい、あ、うん、ちょっとここをたどっていけば、書かれていると分かるっていう感じですかね。はい。でも、いずれにせよ、まあ、開発貢献されている方が、まあ、結構複数名いらっしゃるっていうことなので、はい、おそらく、まあ、これからもちゃんと追従していくだろうということですよね。あ、はい。そうですね。了解です。はい。それから次の質問がありますね。大竹さん、まだ回答してないやつ消しちゃいましたね。ちょっとね、あ、これか。富士通さんが把握している限り、このミニファブリックのようにハイパーレジャーファブリックの環境を自動構築するツールや製品は他にありますかという質問が来ています。はい。私が調べた中で、同じ、ハイパーレジャーラブズの中に、はい。他のツールもあったりしたんですけども、実際に使って、でそちらのツールは、何でしたっけ、なんとかオートメーション、うん、ちょっと名前が出てこないんですけども、でそちらのツールの方は、もっと、本番環境 に近いことができるというふうな形で、言っているんですが、設定項目とか見ると、非常に、多くて、とてもこの数分レベルで、環境の、設定ファイルの作成から構築までをできるというのは、なかなかないと思います。まあ、現状、その Kubernetes のハイパーレッジャーの構築するときは、まあ、ヘルムベースでいくつかあるんですけれども、はい、そちらと比べてると、まあ、ヘルムは、クバネ一色なのに対して、こちらは、Docker とクバネと両方対応していて、全く同じ設定ファイルがそのまま使えるというのが非常に大きなメリットかなと思います。はい、ありがとうございます。先ほどあのオンプレ環境で複数 VM 環境をまたいだブロックチェーンネットワークは構築できますかという質問が多分、はい、覚えていらっしゃるかと思いますけども、はい、フォローアップ の質問で、ミニファブリックを利用してワンコマンドでそれって実現できるんですかという質問が来てるんですけども、いかがでしょうか。あ、そうですか。それはですね、オンプレのクバネテスを使ってやると、この、はい、ワンアクションで、はい、構築できますが、この準備が大変という形になりますね。で、Docker の方では、シングルホスト上に、全コン、先ほどデモでご覧いただいたようにシングルホスト上で全コンテナを稼働させるという形になっています。はい、ありがとうございます。まだまだ実は質問がありますんで、ちょっと頑張って答えていただけると、はい、嬉しいんですけども、はい、ファブリックのバージョンアップ対応以外に、今後、機能のエンハンスなどの予定はありますでしょうか。これ実はちょっと私も聞きたいなと思ってたんですけども。そうですか。そこについては、私は特に、私自身は特に、答え得れないと言った方が正解ですかね。ロードマップ上はまだそう上がっていないという感じですかね。そうですね、はい、皆さんに公表するような形のロードマップは、はい、少なくともこの GitHub 上にはないような形になります、はい、なるほど。まあ、はい、もし関心があったら、まあ、そこはもう本当にコミュニティに入って一緒にやりましょうという感じですね。そうですね、はい、なるほど、了解いたしました。で、あともう一つですね、ミニファブリックでは指定するパラメータ数個で、構築が完了しますが、従来の方法ではパラメータ数は同じだが叩くコマンドが100以上あるという理解であってますかという、質問ですけども。そうですね、はい、はい、実際のここで、この構築のコマンドで、出力されるファイルを見ると、
従来型のコマンド構築とほぼほぼ一緒という形になります。で、そこら辺のコマンドを、利用者自身が、ドキュメントを見ながらオペレーションしていくというのを、このが、避けられるような形になっています。で、それをこの Ansible ベースで、ワークフローとテンプレートという形で分解して、持っているという形になります。はい。なるほど。だからまあ、コマンドは少ないけれども、基本的に、パラメータは同じだと。はい、はい、ここから叩いていくのは、従来型ですと一緒になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、これで一応今まで来ている、質問には全てお答えした形になるんですけども、あと少し時間はありますので、もし追加で質問、はい、はい、あ、今挙手いただいている方がいるんですけども、あれ消えちゃった。あ、大丈夫ですかね。あ、挙手いただいてますか。トーク許可によろしければ。あ、手を下ろされましたね。すいません。はい。大丈夫ですか。はい。了解です。はい、もしじゃあ追加で質問があれば、まだあと少し時間がありますので、今から Q&A、帰っていただきましたね。ファブリックはコンフィグアップデートが非常に面倒なイメージがありますが、ミニファブリックでコマンドは用意されていますかという質問が来ています。いかがでしょうか。コンフィグのアップデートというのが、ちょっとよくわからないんですが、例えば、チェーンコード、こちらで示したような、そのチェーンコードのアップグレードのとかをする場合は、この CC アップというのは、これ、つい最近導入された機能なんですけども、こういった形で、アップグレードをすることができます。はい、であと、構築済みのファブリック環境に対して、新組織を追加するという時の、まあ、作業操作に関しても、まあ、このドキュメントページに、あるんですけども、それでやっていくよりも、ミニファブリックの場合は一旦削除して、先ほどの設定ファイルですねを書き換えて新規作成をした方が、よっぽど早いし楽というところがあります。なるほど。はい、本当にこのファブリック側の設定はこれがほぼ全てになります。はい、なるほど。設定ファイルは修正するよりも一度削除してしまって新しく作っちゃった方が、そうですね、はい、部屋を追加するとかオーダーを追加するというのはそっちの方がよっぽど簡単、になっています。はい、なるほど、了解しました。あとはいかがでしょうか。他今聞きたいことなどございますか。これは今までね、ファブリックが難しくて、困っていた人たちにとっては、ものすごく貴重な、すごいね、使えるツールなんじゃないかなというふうに思いますんで、せっかくの機会なので、ご質問いただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、じゃあ、おおむね、よろしいようですね。はい。それでは中川さん、本日は貴重なお話いただきましてありがとうございました。またぜひ機会があればミニファブリックアップデートいただければなと思います。あ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、続きまして、ハイパーレッジャーファブリックの、チェーンコード、チェーンコード、プライベートチェーンコードの、お話を、日立製作所の、池川さんの方から、していただきたいなというふうに思います。池川さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。改めて日立製作所研究開発グループサービスコンピューティング研究部所属の池川講師と申します。本日はハイパーレッジャーファブリックプライベートチェーンコードについての概要や使い方、ユースケースなどをご紹介させていただきます。改めて軽く自己紹介させていただきます。今回がハイパーレッジャー東京ミートアップ初参加になります。今後ともよろしくお願いします。で、
経歴としましては2019年度に大学院の修士課程を卒業し、同年の4月より株式会社日立製作所に入社し、入社時よりずっとブロックチェーン基盤およびアプリケーションの研究開発に従事しております。昨年度2020年度にはハイパレチャーアバロンへのアップストリーム活動およびユースケースの実装を開始しました。そして、今年度の6月に行われたハイパレッチャーグローバルフォーラム2021では、昨年度行っていたハイパレッチャーバロンに関する内容を口頭発表しました。こちらも YouTube に上がっていますので、もしご興味があったら見ていただけると幸いです。そして、2021年度、今年度よりハイパレッチャーファブリックプライベートチェーンコードへのアップストリーム活動を開始し、現在ユースケースの模索なども行っております。改めて、本編に入っていきます。はじめに背景として市場動向についてご説明します。現在複数の組織間でトラストにデータの共有及び利活用したいというニーズが高まっています。これは、世界経済フォーラム2019において新たな経済活動には信頼ある自由なデータ流通、データフリーフロー・ウィズ・トラスト、略して DFFTの実現が最重要課題であると提言されました。で、国家間や組織間など複数の組織間でデータの流通をする DFFT を実現する手段としてブロックチェーンの利用が期待できると考えられています。ハイパレッチャーファブリックをはじめとしたブロックチェーンの特徴として、ブロックチェーンネットワークに参加している組織すべてにトランザクションおよびデータの内容が共有され台帳に書き込まれます。DFFT を実現する上で想定される共有データには、公開してもいいようなオープンなデータもあれば、共有先を制御すべきセンシティブなデータもあると考えられます。例えば医療情報だったり個人情報、行政が持っているような情報などは、むやみやたらに参加組織すべてにオープンに共有していいような情報ではないと思います。で、加えてセンシティブなデータを扱う場合では、個人情報保護法だったりヨーロッパの GDPR だったりと、各国法規制をしています。で、その法規制にのっとってプライバシー保護の対策が必要になります。で、ここでハイパレッチャーファブリックにはプライバシー保護のための機能やファブリックを拡張するような他のハイパレッチャープロジェクトがありますので、ここで軽くご紹介させていただきます。まず、ハイパレッチャーファブリックには、ブロックチェーンネットワークのチャンネル分けという機能があります。チャンネル分けは、特定の組織間の通信のプライベートレイヤーであり、そのチャンネルに属していない他の組織からは見えないような仕組みになっています。各チャンネルは、そのチャンネルに参加している組織のみが、読み出し及び書き込みができる個別の台帳で構成されています。また、ファブリックにおけるプライベートデータコレクションという機能では、取得したいデータを台帳の外のデータベースに保管して、そのデータのやり取りは、ピア同士の直接的な通信でデータのやり取りをします。そして台帳には、プライベートデータとして保存されているデータのハッシュ値が書き込まれて管理されています。また、先ほどちょっと私が過去にアップストリームしてたって言ったアバロンというプロジェクトがあるんですが、こちらはブロックチェーンの外側のオフチェーン領域におけるプログラムの実行をトラストにするといったことを目的としたプロジェクトです。で、今回ご紹介するハイパレッチャーファブリックプライベートチェーンコードは、トランザクションおよびデータを秘匿、要は暗号化した状態で、そのトランザクションをチェーンコードに渡して、その実行ができるといったものになります。チャンネルとの違いとしては、同一のチャンネルに属する組織の中でデータの閲覧制限をするユースケースに対応することが可能です。また、プライベートデータとの違いとしては、データを暗号化された状態でデータ本体が台帳に書き込まれます。アバロンの違いとしては、トランザクション及びデータを取得した状態でオンチェーンの領域であるチェーンコードの実行を可能にします。続いて、プライベートチェーンコードのプロジェクト概要についてです。パブリックプライベートチェーンコードは、
ハイパーレッチャーの実験的な OSS を管理するハイパーレッチャーラボズの管轄のプロジェクトの一つでした。が今年度の4月にハイパーレッチャー直下の管理プロジェクトとなりました。で本日、発表日本日の現在においてバージョン 1.0 の RC2 がリリースされています。ファブリック本体に、将来的には、ファブリック本体に統合される予定です。で、このファブリック、GitHub で管理されている GitHub.com の、ハイパーレッチャーファブリック RFCs と呼ばれている、この将来導入予定の機能をまとめた、このプロジェクトの中に、このファブリックプライベートチェーンコードに関しても記載があり、将来的に統合されるはずです。続いて実際の機能について詳しくご紹介させていただきます。ファブリックプライベートチェーンコードは、トランザクションおよびデータの内容を取得した状態でチェーンコード実行を可能にします。でこれは、トラステッドエクゼキューションエンバイロメント、略称として T と呼ばれている CPU のに搭載されているセキュリティ機能を使うことで実現しています。この T というのも、各 CPU ベンダーがそれぞれいろんな各種 T を提供しているんですが、現在、ファブリックプライベートチェーンコードが対応しているのは、インテル社が提供している Intel SGX と呼ばれる T です。ファブリック本体と組み合わせて使用するような構造になっておりまして、ファブリック本体には直接手を加える必要がなく、そのまま使用することができるような構造になっています。で通常のチェーンコードとの違いの一つとして、Intel SGX 上でチェーンコードを動作させるため、チェーンコードの実装は独自の記述方法を使用する必要があります。通常のチェーンコードですと、Go だったり Node だったり Java を使って実装したりすると思うんですが、Intel SGX 上で動作するプログラムというのは C か C プラしか動かないので、今回、実装するそのパブリックプライベートチェーンコードも C か C プラを使ったような専用のチェーンコードの実装が必要となります。続いて T の中の一つである Intel SGX について、ちょっとこれは軽くさらっと紹介させていただきます。Intel SGX は、トラステッドエクゼキューションエンバイロメントの一種で、CPU に搭載されているハードウェアによるセキュリティ機能の拡張機能です。で、インテル社の、第6世代 Core i シリーズの、第6世代以降の CPU に搭載されています。であまり馴染みがない技術だと思うんですが、身近な例としては、ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイの再生のための DRM 解除などに使われているとのこと、たりしているとのことです。そういった技術です。で、具体的には、インテル CP に搭載されているその SGX が OS を介して、メモリ上にエンクレーブと呼ばれる暗号化領域を作成します。でそこにプログラムやデータをロードすることで、データを保護しつつ、プログラムを実行することが可能となる機能です。で通常のファブリックチェーンコードとプライベートチェーンコードの違い、実際どんな感じなんですかというのを説明します。通常のファブリックチェーンコードでは、ユーザーがそのピアに対してトランザクションを投げます。で、チェーンコードが実行されて、その結果とトランザクションの内容が台帳に書き込まれます。でその内容っていうのが、参加しているすべての組織に共有されます。でその内容というのは、参加している組織すべてに共有されるので、もちろんオルグ1の人がインボークしたトランザクションの内容だったり、その結果のデータっていうのは、オルグ2に所属しているユーザーが閲覧可能です。もちろん暗号化などもされず、すべて閲覧することができます。一方で、パブリック・プライベート・チェーンコードでは、先ほどご紹介した Intel SGX を使ってチェーンコードを動作させています。トランザクションの内容というのも取得した状態でチェーンコードに渡し、トランザクションを実行することができます。そしてそのトランザクションの実行結果というのは暗号化された状態で台帳に書き込まれます。そしてステートデータベースが更新され、各組織に台帳が共有されます。
ます。で、他の組織のユーザーは、直接台帳を閲覧しに行っても、暗号化されたトランザクションの内容だったり結果しか見ることができません。他の組織のユーザーがその暗号化されたデータを閲覧するためには、チェーンコードを介して許可を取得するようなロジックが実装されていて、でそれのロジックを介してのみデータを取得することが可能となります。また、通常のチェーンコードとパブリック・プライベートチェーンコードは同じブロックチェーンネットワークの同一チャンネル上に共存させることができます。なので、組織すべてに共有する情報と取得しつつ、一部の組織にのみ開示する情報を同一チャンネル、一つの台帳で管理することができるようになります。なので、こういったユースケースにも対応することができます。ここからデモとして使い方を軽く紹介させていただきます。なお、これから紹介するデモについては、この発表では詳しくは、細かいコマンドなどはちょっと紹介しきれないので、あらかじめキータにまとめて、記事として公開してあります。なので、私の名前とキータとかでググっていただけると、その記事が出てくると思いますので、もし、試してみたいという方は、ご参考にしていただけると幸いです。でまず、はじめに、Intel SGX が搭載された CPU を内蔵しているマシンを準備する必要があります。で、そんなマシンどこにあるんですかって話があるんですが、一応 Microsoft Azure を使うと、Intel SGX が搭載された仮想マシンを作成することが可能です。で、手元にマシンがある場合でも、確認するプログラムっていうのがあったりするので、こちらの確認プログラムを使って動かせるかどうかを確認してみてみます。でまた仮に、Intel SGX が搭載されてないようなマシンを使ったとしても、一応シミュレーションモードということで、実際にそのセキュリティだったりトラスト性が保たれているような状態ではない単純にシミュレーションなんですが、一応動作させてこんなものかということを確認することはできるようになっています。一応余談なんですが、私自身 MacBook 使っているんですが、Intel SGX が搭載された Intel CPU が内蔵されています。ですが、BIOS によってこの SGX の機能のオンオフっていうものを指定する必要がありまして、それがオンオフにできない場合は、その CPU が搭載されている場合でも使えなかったりするので、ご注意いただけると、思います。で、私が今回準備したマシンとしては、Microsoft Azure 上のSGX が搭載されているマシンです。OS は Ubuntu サーバーの 20.04 です。で必要なパッケージ、Docker だったり、Go の言語だったり、Make だったりっていうのをインストールします。でその後、Intel SGX を Linux 上で動作させるために、Intel 社が提供している Linux SGX という OSS をビルドしてインストールする必要があります。でこちらも余談なんですが、この手順自体が、ファブリック・プライベート・チェーンコードの管轄外でして、リードミーに書かれないような内容ですと。ですので、これを知らないと、なんで動かないんだろうっていうのにずっと戸惑ってしまうことになりますので、ご注意くださいという感じです。で続いて、Intel の開発者アカウントを作成し、Enhanced Privacy ID というものを発行します。でこちらを発行することで Intel SGX が使えるようになります。で続いて、パブリック・プライベート・チェーンコードのソースを取得して、コンテナイメージをビルドします。でパブリック・プライベート・チェーンコードが用意しているコンテナイメージをビルドするための開発環境コンテナイメージというものを取得します。で開発環境コンテナを取得すると、その中にビルドをするためのパッケージだったり、何だりが全て整ってますので、そのコンテナの中に入ってから FPCT をビルドします。その後、ファブリックのネットワークを立ち上げます。で今回、ファブリックのネットワークを立ち上げる際は、ファブリックサンプルズと言われるプロジェクトがハイパーレッジャー管轄でありまして、それを利用してファブリックのネットワークを立ち上げることができます。で、FPC もそのファブリックサンプルズを利用して立ち上げることができるようになっています。
実際に動いている様子っていうのをちょっと可視化しようとして、ハイパーレッチャーエクスプローラーという OSS を使って可視化をしてみました。で、こちらでは、同じ挙動をする通常のファブリックチェーンコードとファブリックプライベートチェーンコードをそれぞれ実装し、エクスプローラーを用いてトランザクションの中身を確認しています。で、具体的なチェーンコードの中身としては、どちらも単純なキーバリュー形式のデータを書き込むチェーンコードで、でこの例では、キーを単純な A、バリューを10として、トランザクションをインボークしています。その結果っていうのが、下の図になりまして、通常のファブリックチェーンコードにてインボークした場合っていうのは、じゃあキーが A、バリューがキー A、バリュー10となっています。で、それ一方で、パブリックプライベートチェーンコードにてインボークした場合は、キーは見えるんですが、バリューの値っていうのが取得された状態で格納しています。なので、直接台帳を見に行ったとしても、中身は見れないようになっています。これを見るためには、チェーンコードを介して、まあ、許可をするようなロジックがあるようなチェーンコードを介して、閲覧しに行くといった方法でしか見ることができません。なので、データの共有先の制限だったりというのが、可能になります。で、こちらのユースケースなんですが、まだファブリックプライベートチェーンコード自体が発展途上のプロジェクトであり、実利用されているようなユースケースはまだないです。なので、コミュニティが紹介しているユースケース例をいくつか、例がいくつかありましたので、ここで紹介させていただきます。まず一つ目に挙げられる例が、オークションを実現するようなアプリケーションです。で、オークションなどでは、談合など不正行為ができないように設計する必要があります。でなので、トランザクションを取得しつつ、チェーンコードを T 上で実行できる FPC が活用できます。また、二つ目のユースケース例として、ヘルスケア分野に適用することを考えています。脳の病気などを検出するために、例えば、高見込みニューラルネットワークなどのモデルを使って学習をする場合、高い精度を得るためには、病院など単一の組織が持っているデータよりも、はるかに多くのデータが必要となります。そういった場合、複数の組織のデータをかき集めて学習をしたりすると思うんですが、こうした時に、先ほど、法の問題があると説明したんですが、GDPR だったり、個人情報保護法だったりと、法規制によって、撮影した脳の CT スキャンのデータや MRI の画像を共有することは、実質的に不可能になっています。こうした中で、プライバシーを保護しつつ、自由に共有できるブロックチェーン基盤、そして FPC が利用できるのではないかと、コミュニティで議論が進められています。最後にまとめになります。トラストにデータの共有及び利活用したいというニーズが高まっています。で、ワールド世界経済フォーラム2019にて DFFT が提唱されました。データ共有及び利活用にはブロックチェーンを活用できる一方でプライバシー保護が重要となります。パブリックでも多数のプライバシーの保護の取り組みがされています。でその中でもパブリックプライベートチェーンコードというものがあります。でこちらはトランザクションおよびデータの内容を取得した状態で実行することができ、チェーンコードの実行ができます。実装には、トラステッドエクゼキューションエンバイラメントと呼ばれる CPU に搭載されているセキュリティ機能を活用しています。でユースケースとして、オークションだったり、ヘルスケア分野での利活用が考えられています。何かトレードマークについては、こちらの記載の通りです。発表は以上になります。ありがとうございます。井川さん、ありがとうございました。随分たくさん質問が来ていますので、一つずつお答えいただければ、嬉しいんですけども、まず一つですね、SGX を利用するとのことですが、通常のトランザクションと比較して性能に違いは出るのでしょうかっていう点ですね。そうですね、性能に違い、性能の測定ができるところまではちょっと実際行ってないので、
と明確な回答だったり、その確証があるような回答ができるわけではないのですが、実際問題 SGX 自体にだいぶ制限がありまして、例えば、SGX にロードできるプログラムだったりデータのサイズっていうのはマックス 128MB までですよみたいな問題があったりと、いろんな制限がある中でプログラムを実行する必要があります。なのでそういった制限を考えると、もしかしたら通常のチェーンコードで動作させるときよりも性能が悪い方向にやっぱり落ちてしまうことはちょっと考えられるかなっていうのが、現在 のまだ予想段階にはなってしまうんですが、考えられるかなとは思います。なるほど。他の CPU への対応って今企画とかされてるものなんですか？ちょっと質問しにはないものなんですけど。他の CPU、インテル SGX 以外の CPU、そうですね。そちらに関しても、コミュニティで、コミュニティのチャットで話し合ってる分では、他の CPU にも対応しなくちゃいけないよねぐらいの、ちょっと雑談ぐらいではあるんですが、実際今後本当に対応していくかっていう部分ではちょっとまだ雲行きが、てかまだそんなに決まってないような状態にはなってます。なるほど、はい、了解です。ありがとうございました。で、次なんですけども、もうすでに解決されている質問なんですけども、 T が必要ということで、クラウド環境でも使用可能でしょうか。で、答えとしても Azure で使えますよということで大丈夫ですよね。はい、こちらも実は Azure 以外はないんですか、何か他に。一応 IBM が提供しているベアメタルサーバーに、SGX が搭載されているとも聞いたことがあるので、そちらも使えるとは思います。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、では次の質問なんですけども、プライベートチェーンコードのエンドースメントポリシーは基本的に、1オルグのみで OK となるという理解であってますかという質問なんですけど、すごいこちら多分いい質問で、実際問題チェーンコードって複数のまず回答としては、実は OK ですと。だけど、実際は、複数の組織でエンドーズメントを取っています。現在の実装では。で、こちらがいい質問って私が思う点としては、そもそも T 上でチェーンコードが動いているので、その T 上で動いているプログラムっていうのは正しいと保証されます。でなので、エンドーズメントを取らなくても、そのまま台帳に書き込んでしまって OK になるっていうのが本来の正しい考え方になります。でただ、現状一応このサンプルのプログラムだったり、エンドーズメントは複数の組織でも取れるような実装になっています。なので、T を完全に信用しきってるっていうのは一応前提にはなるんですが、 T を信用しつつさらにエンドーズメントも取るみたいなことも可能ですっていうのが回答になります。なので、そうですね、一応T を信頼するという前提を敷いているので、エンドーズメントは1組織で OK という理解で正しいと思います。はい、ありがとうございます。では、次の質問なんですけども、ズバリプライベートデータとプライベートチェーンコードの違いは何でしょうか？プライベートチェーンコードの方が優れている面を教えてください。はい。プライベートデータの場合ですと、一応台帳の外にデータが保存されてますので、仮にの話なんですが、そのプライベートデータを持っている組織のデータが破損してしまって、データがなくなってしまったときというのは、台帳に残っているのはハッシュ値のみでデータが復元できないような状態になるかと思われます。一方で、パブリックプライベートチェーンコードをには一応暗号化されている状態 で生のデータが書き込まれてますので、複数の組織で暗号化された状態で、データが共有されています。そういった点が一つの違いかなとは思います。どっちが優れているかはあまりこちらどっちも優れていると思うんですが、ユースケース次第かなとは思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次の質問ですね。
TX やデータごとに暗号化用の鍵を用意する必要があると認識していますが、鍵管理を容易化する仕組みはあるのでしょうか。そもそも認識が間違っていたらごめんなさいという話、質問なんですけども、いかがでしょうか。はい、こちらもちょっと僕はまだ理解しきれてない部分もあるので、ちょっと僕の回答自体がおかしい可能性もあるんですが、一応、回答としては、鍵の管理はインテル SGX を使う上で最初に発行したEPID が、になっています。でこちらの管理というのは正直管理をするための何か便利なツールがあるとかではないので、結局手動で管理しているっていうのが現状になっています。なので容易化する仕組みというのは、まあ、結論としてはないのではないかなと思っております。今後はこういった部分を容易化するようなツールも作る必要があるのかなとは確かに思ったりはします。なので、そのトランザクションだとか、その各データごとに鍵が必要であるという点も、まあ、そうだっていうことなんですね。あ、ただ、各トランザクションごとに別々の鍵を用意する必要はなくて、そのインテレス GX 上で、複合化できるような鍵を一つ持っておけば、あ、なるほど。いいという感じになります。了解です。今ので回答になったでしょうか。あと次ですね、次の質問ですけど、プライベートデータに暗号キーを持たせて、チェーンコードでステートの書き込み時に、その暗号キーで暗号化してから書き込むように実装するのと比べたメリットは何でしょうか。ちょっとすみませんね、僕の読み方があれかもしれませんけど、もう一遍読みますか。一応 QA の。見えますか？読んでるのですが。ね、ですね。プライベートデータの、ですね、これとの比較としては、まあ、できることとしては多分一緒で、その取得した状態でチェーンコードの実行というのは可能になるかもしれません。ただ、そのチェーンコードが一応この T を使うっていう時点で、チェーンコードが正しく動作するっていうことを保証することもできるようになっているっていうのが一応メリットになります。なので、チェーンコード上で動いているプログラムが正しく動作して、正しい結果が得られてますということを保証することができるようになっているというのがメリットになります。はい、ありがとうございます。で、ちょっと次いきますね。データが読める、ハッシュ化されて読めないという制御はどのように行っていますかという質問です。こちらは、先ほどこのパブリックプライベートじゃなくて、ファブリック、ハイパーレッジエクスプローラーを使った場合の例を出したんですが、こちらっていうのは直接ブロックの中身を、チェーンコードを介さずアクセスしているような状態になっています。で、こちらを使うと、まあ、生のデータ、生のブロックの中身を見て、表示してるんですが、表示していますと。で、実際そのデータが読める読めないっていう制御はどうするかと言いますと、チェーンコードを介してデータをクエリした場合閲覧ができます。で、そのチェーンコードの中でこの組織は見れるようにする、この組織は見れないようにするといったロジックを実装、あらかじめ実装しておいて置くことで制御ができるようになります。なるほど。なりますかね。はい、チェーンコードにあらかじめそれも実装しておかなければいけないと。はい。それか、もしくはチェーンコード上で、その、許可する、許可しないといった、そういった制御を行うためのロジックも一緒に入れておくみたいなことも可能かなと思います。例えば、組織 B の人が組織 A の人に対して、このデータを見てもいいですかみたいな申請をして承認をしてもらうような、そのワークフローの申請、プログラムみたいなものも、チェーンコード上に実装しておくことで、まあ、動的な制御が可能になったりもするかと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、あと一つですね、今ある分では、対改ざん性を持つ T 上のプログラムを全面的に信用してというのは理解できますが、T にチェーンコードをデプロイする際は、通常通りエンドースメントを取るという理解でよろしいでしょうか。あ、そう
ですね、それに関してはそうなります。なるほど。ね、はい。了解です。はい。ここまでのところ、今のところ、いただいた質問はすべて回答したのですけれども、まだあと少しだけ時間がありますので、追加で質問があれば、ぜひ、出していただけると良いかなと思いますけども、いかがでしょうか。なかなかね、こういった、結構新しめの、プロジェクトで、実際に皆さんの実ビジネスにかなりこう深くこれから関わってくるんじゃないかなと思う、まあ、技術ですので、せっかくの機会なので、深く聞いておいた方が良いのかなと思います。ぜひ、質問いただけると良いかなと思いますけども、いかがでしょうか。よろしいですか。はい。じゃあ、池川さんありがとうございました。で、ちょっと池川さんに実はお願いがあるんですけども、途中で出てきた、キータのブログですね。はい。ぜひ、ハイパーレッチャー、東京、ハイパーレッチャー東京の、いわゆる、ジャパンチャプターというのがあって、ハイパーレッチャージャパンチャプターっていうのがあって、そこに、まあ、いろんな人と、いろんな、ノウハウなんかこう集約していきたいなと思ってるんです。はい。なので、そこに、リンクを掲載させていただけると良いかなと思いますので、はいぜひそちらに投稿していただけると助かります。今チャットウィンドウにジャパンチャプターのリンクが出たと思いますけども、ぜひこちらにそうですね、これですね、これの何ですかね、ラーニングマテリアルってありますよね。この下の方ですね。これですね、この辺りにちょっとね、掲載していただけると非常に嬉しいです。承知しました。じゃあ、後ほど、編集して、読んだりできるんですかね、ログインしたら。承知しました。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。それではですね、以上で本日のハイパーレッチャー東京ミートアップ、すべてのプログラム、すべてのセッションが終了させていただきました。本日も多数の皆さんにご参加いただきまして、本当にありがとうございました。で本日、ご登壇いただきました、池川さん、それから中川さん、本当に貴重な情報をいただきましてありがとうございました。まあ、バーチャルイベントですので、なかなか拍手が聞こえないかもしれませんけども、皆さんぜひお二人に拍手を送っていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それではですね、まあ、本日のハイパーレッジャーミートアップ、これにて終了させていただきます。で、次回なんですけども、おそらく、11月もしくは12月に、よりですね、ちょっと違った切り口、おそらくインターオペラビリティ周りを軸とした、ミートアップを開催するのではないかなと思いますので、ぜひまた皆さん、都合をつけて、ご参加いただければ幸いでございます。ということで、本日はご参加いただきましてありがとうございました。ぜひまた次のミートアップでお会いしましょう。それでは失礼します。失礼します。